OK! 今日のチャレンジは何でしょうか？今日はチャレンジです。おおはいこれ危険なシリーズだから。グッハンレイズですね。最強のなんちゃら、これ前も一回撮ったことあるんですけど、これを何キロまで実際できるかっていう。1個やってよ、自重で。じゃあまずは自重でできるかどうか。ここから？うん。前にすぐ。これ怖いんだよね。え、マジで？マジでマジで。やばい。裏ももが？そうそう、そこから引き上げられる。違う。ここも開ける。やば、マジで。これ意外とできないんだね。できない。私これマジここゴーンってなる。何してんだ。何してんだ、チェコ。待って、これマジで怖いから。やめとこうかな。そうだな。マジで。お。はい、引く。今せっかく降りたのに。今。これはもう私は危険しとく。じゃあもうカメラマン。もう二度と怪我したくないからね。ジャンプで足の甲がずっと痛いから私。前回のチャレンジのやつ、チェイさんいまだにやばいもん、青くなって足やったらしい。青さんでやった。青いよ。やばい。それ正しいな。近いかな。足投げかな、こちら男だろ。これ自重は有利ですよ。じゃあルール説明しようか。上から3足で下で1秒で引き上げるみたいな。これ自重で意外とできない人多いらしいです。無理か。これはできちゃう。カットされる。カットしよう。余裕やん。裏ももチャンピオン。これでどんどん持っていくの。5キロずつ。余裕でしょ。20キロやばいね。もうすぐ終わる。10キロ。いいですよ。上からさ、上からさ。5キロプレートです。これテンポつけるべきなの？それともゆっくりになっちゃうもんなの？いや、一応一回止める。裏ももの強さを見せるために。マジやばい。これ結構ね、シュールだな。これ結構すぐしんどくないもん。これやばいね。40キロだったらどうする？無理でしょ。よし、俺限界なし。限界ない。うわ！キースちゃん別に限界なし。10キロいきます。全然違うんじゃないもしかして。あ、いけるわ。なかなかシュールな動画だけど、最後まで見たらいいことがあると思うよ。そうかい。そうだな。こいつのキースがただ喜んじゃう。明日これやばいから。筋肉痛。無理でしょこれは。いや次のはやばい。15？結構感じた。マジで。15キロいきます。お、綺麗。おい。ちょっと怪しかった。こうなっちゃうんですね。ケツが出てくる。うん、なぜならこことここ二関節筋だから。はい、その通りです。おお、わあ、this is heavy dude。そう、やばいねこれ。頑張れ。限界だすげえな、マジで限界ねえじゃんやばい今の怪我だけしたくねえなマジでこれ、太ももつったら嫌じゃね？結構裏も今来てる。治りが遅いよ、絶対。いやいや、うちはまだ20代ですからちえちゃんと違って20代だから。嘘だよ、ちえちゃん。よし。嘘じゃねえだろ。嘘ではなかった。よし。いけ。20キロでかっ。いけ、銀次郎。これ見てる方が怖い。やった後の私がいいけど。20キロ普通にできなかった。ピキピキくる。オールマイト。気をつけて。やったら次もやらないといけないから。怖えんだよ。すげえな、キズちゃん。きついね、結構。え、どうするの、次は。あ、これに入れるのか。次、じゃ、違うチャレンジやる。もう一回、もう一回やる。このバーベル使ってやるよ。最後、バーベルで。首の後ろ。そうそう。やば。中国。中国のリフターたちやってるのは800選手だけだからね。あ、そっか。そうそうそう。あ、イエーイどうでしょうか今、足の位置が良かった。結構やべえっす。結構やべえ。すげえシュールな動画じゃねこれ。うん。まあいいんだよ。2人の筋肉美が見れるということで。おお、もうやばい今持った瞬間やばいなと。これパスする？パスっていう。あ、これ大丈夫ですか？俺そこにセットアップできる自信がない怖いわ。でもまあこれ20キロだから。怖いわ、マジ。怪我しないで。怪我だけしないでください。いきます。楽勝。お尻がどこまで最初に上がっていいかわかんないね。俺は今どうだった？ちょっとだけ。ちょっとだけ。でも、普通に強い。これ、キスどうやって後ろを見て今持ったら大丈夫ですよ。プラスみたいな。やばいな、キースマジで。できる自信ないですよ。いけ。やっちゃうよ。うん。あ。あ。やばいね。やべえ。無理だ。普通に。ゲームズでこれワンランマッチあるかな。シュールすぎるな。うわー、やばっ。めっちゃ効いてる。最後もう一個やろうか。ちょっと待って ちょっと待ってここから滑りちゃう。おい、やばいな。怖っ。はい。じゃあ、クリーン&ジャークで失敗した時のリカバリー方法。あーちょっと待ってよ。あーチャレンジじゃなくてさ、ただのいじめじゃねチエコをバカにしてる。チエコちゃん、そのクリーンをここに編集で入れていい？いいよ。いいけど。じゃあ、ちえちゃん最後、締めはちえでしょ。何でもいいよ。過去を振り返る。おうまい。はい、うまいね。ナイスリカバリー。次、何です？おいもうしません、このミスは。ありがとう。つまんない締め方で。嘘ですよ。あ、出した。